い、速稼塾の久保でございます。今回は声を潜めながらのメンバーシップ情報でございます。まず最初に申し上げておきますけれども、メンバーシップってのは月間390円で参加できる、私速稼塾久保のまあなんかね極秘コミュニティでございます。390円で極秘ってのもなかなかね面白いもんですけども、通常は情報一発で数千円から数万円儲かる情報ばかりをお伝えしてますけども、今回はね儲かる情報じゃありません。あの総務省からも発表されて今ね結構話題になっているみたいですけども、20代の男性の4割がデートすらしたことがないと。20代でデートをしたことがないってことは30代ではもっとデートしにくくなっちゃうんですよね。40代ではもう諦めの境地ということで、20代でねもうこういうことがないともうその後どうにもならんもんじゃないかなっていうふうに私なんて思っちゃうんですけどね。うまくやってくださればいいんですけども、それからねやっぱ男性が女性を誘わないってことは誘われない女性が同数存在するってことなんで、まあ女ひでり男ひでりがこれからも続いていくかなってことでございます。ところがですね、人間はね恋愛をせずにもまあ性欲あうわけなんですよ。で今回はね紹介するのはどうしようかなと思ったんですけども、まあこれどうせね皆さんの耳にも入ることになると思いますんで先行してお知らせしておきます。これからねものすごく流行るであろうと思われる国産の SNS でございます。昔ミクシーっていうのが流行ったじゃないですか。あのぐらいのレベルでこれ爆発すると思いますよ。そういうふうに仕込みで作ってるんでね。だからね恋愛版ミクシーみたいな感じですかね。もうそれに特化したような感じで、しかも恋愛って言いますけども恋愛は1割で残り9割はまあ欲望なんですよね、これね。どうもこれはね女性の登録者の方が増えそうですね。ということで今回はねこんな情報になってしまいましたけども、ちょっと覗きたい方はメンバーシップの方に月間390円でご参加ください。1ヶ月やめてもいいんでね。今回の情報は儲かる情報じゃないんですけども、でも場合によっては儲かりますこれ。どうやって儲けるかはもう本当あなた次第ということにさせてもらいますけども、出会いが起きるってことはアクセスが高まるってことなんですよ。まあそこではね危なっかしいことも起きると思いますんで、全ては自己責任でよろしくお願いします。ちなみにやめときましょうか、メンバーシップでぜひご覧ください。それでは失礼します。